ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の動画はコチトラ自腹じゃ。パクユーが毎週 CD ショップに行き、その週に発売された新作邦楽アルバムの中から1枚をチョイス、自腹で購入し、5段階で星をつけて評価レビューするという企画です。今週もホームタワーレコード新宿店で CD 選んできました。早速ご紹介したいと思います。今週の自腹 CD はこちらです。じゃん、パッション大原さくら子。こちらはシンガーソングライター大原さくら子さんの、新しいアルバムで、前作から、今作の間に、事務所の移籍、まあ、独立なんですかね、みたいなこともあって、こう環境を一新して、1枚目のアルバム、っていうことになります。今週は、この作品の他にもいくつか気になる作品があって、ツイッターで、ファンの方からおすすめされたセクシーゾーンの、新しいアルバム、僕昨年のアルバム、レビューしてまして、ですごく良かったので、セクシーゾーンの、今年のアルバムっていうのもちょっと気になりましたし、あとは羊文学っていうバンドとかブレーメンっていうバンドとか、そのアルバムも結構気になったんですけれども、この大原さくら子さんのパッションに収録されている Shine on Me という楽曲、配信で先行リリースされていた楽曲なんですけれども、それ僕すごく好きで、で昨年の2019年の下半期の、ヒットソングベスト5という企画で、ピックアップして、すごく良かったよっていうような話をしていて、でその曲も今までの僕のこう大原さくら子さんに対するイメージっていうのをこうガラッとこう変えるような、覆すような、挑戦的なというか新しいスタイルを打ち出した、楽曲で、新しいアルバムなかなか面白いものになるんじゃないかなっていう期待があったので、こちらを選びました。それでは中身についてお話ししていきたいと思います。収録曲が全部で12曲で、時間が50分ちょっとぐらいでした。なので、まあ平均的な長さかなと思います。で1曲1曲見ていくと、タイプがまあ大まかに2つ3つぐらいに分けられて、今の洋楽のトレンド、アメリカのガールズポップみたいな、ものを意識して作られたものと、完全に、歌謡曲 J-POP 由来の、日本の歌物みたいなものを意識して作られたものとっていう二つに分かれて、で、さらにその真ん中、その二つの、系統の楽曲をつなぐような、ちょっと中間のバランスを取った曲があってみたいな、その三つのバランスの曲が織り交ぜられたアルバムだなっていう風に感じました。なので、このアメリカのガールズポップスを意識したような楽曲っていうのは全体的に曲が短めでしたし、日本のポップスに関しても、まあ、最近のトレンドといいますか、イントロアウトロ短めっていう楽曲が、すごく多かったなという印象がありました。大体、メジャーのアーティストってレコード会社を移籍したり事務所を移籍したり、でそこから出す1枚目のアルバムっていうのはすごく質の高いものが多くて、簡単に言ってしまうと、気合が入ってると、で新しいチームで新しいことやってこう、こういうことやったらいいんじゃないかみたいな、ちょっと野心あふれる作品っていうのが、多いっていう傾向はあって、この作品もこうそこを期待してたんですけれども、期待通りと言いますか、作家陣も、結構こう有名な方が集まっていまして、基本的にはソニーで、AKB 系とか、あとは坂道系とか、あとはリトルグリーモンスターとか、そういった売れ線の楽曲をすごくたくさん書いてらっしゃった、丸谷学さんっていう方が、このアルバムの軸になっていて、丸谷さんが作曲プロデュースをした曲が、かなり多いです。でそこに岡島かなたさんという作詞家の方、この方ちょっと調べたところ、割とその英語もいける、ボーカルディレクションもいける作詞家みたいな、そういう方らしいんですけれども、その方が、参加している曲がいくつかあり、さらに、りょうすけ、ドクター R 酒井さん、この方は、日本を飛び出して割とこうアメリカ本場で頑張ってるみたいな、そういう特集記事を僕は見たことあるんですけれども、そういった方と、洋楽のエッセンスっていうのもしっかり通り込む姿勢も見せつつ、
日本の、いわゆるザ・ J-POP 的な作家さんで言うと、生き物係の水野良樹さんであったりとか、川口大輔さんであったりとか、とにかく、あとは、作詞家の藤林翔子さんとか、石渡淳二さんとか、まあ、日本の J-POP のフィールドで活躍されている方。さらに、そこに12曲目に、作詞で人と陽さんが参加していたりと、かなり、ネームバリューのある、作家さんが、集った、作品にはなっていました。で、今回のレビューに関しては、僕結構思うところがたくさんあって、いつものレビュー以上にかなり深く踏み込んだ話をしたいなっていう気持ちになっています。で、ファンの方にとってはちょっとなんか気分を害するようなと言いますか、割とズバズバ、いろんなことを言ってしまうかもしれないので、まあ、ここから先は、自己責任で、なんか桜子ちゃん大好き、もう最高っていうね、ポジティブな、意見だけを、ポジティブな感想だけを聞きたいという方は、ここで視聴を、止めていただくのがいいかなと思います。それではお話始めていきたいと思います。大原さくら子さん、僕、デビューの時から、一応こう、チェックはしていて、気にはしていて、で、デビューのきっかけっていうのが、映画のオーディション、映画の主役のオーディションをして、で、それと一緒に、その、映画の中の、役名として、CD デビューするみたいな、そういう、きっかけで、デビューをされた方なんですけれども、まあ、その時から、なんて言うんですかね、多分10代だったと思うんですけど、可愛らしい、日本人に受ける、日本で受ける、女の子女の子した、イメージで、さらにこうギターを抱えて歌う、まあギター女子みたいなね、そういうイメージで、ずっと活動をされていて、で、僕もそのイメージがすごく強いですし、世間のイメージとしても、まあ大原さんのことを、大原さくら子さんのこと好きな方っていうのは、いろんな一面っていうのを知ってると思いますけれども、まあ大体こうパブリックイメージとしては、ギター抱えて歌う可愛い女の子みたいな、感じだと思います。ただ、このアルバムをリリースするにあたってというか、そこに向かってというか、ダンスをするミュージックビデオを立て続けに出したりとか、かなりイメチェンを図っているところは、見て取れました。で、実際、アルバムどの曲を取っても、アコギ女子、ギター女子のサウンドっていうのはもう全然なかったです。なのでもう第2章っていうことでいいのかなっていうふうに思います。なんですけど、新たな大原さくら子スタートだぞって言うには、ちょっとこう、多方面に配慮をしたバランスになってるかなっていう気が僕はしていて、おそらく先行公開されてたミュージックビデオが、Shine on Me っていう曲と、Amazing っていう曲と、あとは、スペシャルラバーズですね、っていう曲が、こう、ミュージックビデオ作られて、公開されているんですけれども、その、ミュージックビデオを公開している曲っていうのは、どれも比較的、洋楽テイストを取り入れた楽曲なんですね。なので、新しい大原さくら子ですよっていう、ところをこう外にアピールしたいっていう気持ちはあるんだと思います。なんですけど、アルバム蓋開けてみると、半分ぐらいはやっぱ今までの、大原さくら子さんを好きだった人に配慮をしたような、J-POP 的な、楽曲っていうのが入っていて、なんか、どっちつかずかなっていう印象は僕は受けました。僕のような今までの大原さくら子さんを、そこまで知らない、まあ上辺しか知らない人にとっては、音楽作品として、どうなのかって考えた時に、こうちょっと中途半端な、位置づけになってしまうようなバランスだったかなという気はします。で、大原さくら子さんはすごく歌が上手で、これも間違いなくて、で、その歌唱力っていうのが認められて、まあ、大作のミュージカルに抜擢されていたりとか、まあ、そういった、こう、活動をね、マルチに展開している方でもあるんですけれども、どっちかっていうと、日本語を、綺麗な日本語として歌うタイプの、上手なボーカリストなので、
個性的に聞こえにくいっていうところは、あるのかなっていうふうに僕は感じました。大原櫻子さんの歌のオリジナリティとか個性っていうのは何なんだろうっていうふうに、聞かれるとちょっと困ってしまうというか、もうすごく上手に歌えるバランスのいい歌声の持ち主なんですけども、大原櫻子さんらしさっていうのをボーカリストとして、出しそうってなった時に何すればいいのかっていうのがいまいち定まってないのかなっていう感じは僕はしました。で、大原櫻子さん自分で歌詞を書かないので、いろんな作詞家さんが歌詞を書いてるんですけれども、彼女のアーティストとしての主張であったりとか物語みたいなものっていうのもあんまりこうリスナーと共有できてないのかなっていうところがあって、歌詞の、テーマ設定みたいなところもよくわかんなくて、あんまり何が言いたいのかっていうか、別に何も言いたくないみたいな、歌が並ぶので、そこもちょっとこう面白みがないかなっていうような感じもしましたし、かといって言葉の響きだったりとか曲のノリだったりとかそっちに振った歌詞かと言われると、そんなこともなくて、まあ、僕はあの Shine on Me っていう曲はすごくそっちに振った、ものすごくいい歌詞だなっていう風に思ってるんですけれども、全体見るとやっぱりその歌の物語っていうのはかなり大事にして、日本語的な、歌詞っていうのが目立ちますし、でそれを、すごく綺麗な日本語として歌うので、全体的に、ボーカルがこう重いっていうか、なんかノリがねあんまり出てこないみたいな、ところはあるのかなっていう感じがしました。なんかそこがちょっとすげえ上手いのに、めっちゃ実力あるのにいろんなことできるのに、なんかこういまいちそれが引っかからないというか認められてないっていうか、まあよく言えばマルチな才能を持ってるっていう風に言えるでしょうし、悪く言えば器用貧乏っていう風にも言えるかもしれません。なんかそういう感じがしてちょっともったいないなっていうような感じが、僕はしてしまいました。でそんな中で、12曲目の、人とようさんが作詞をした、電話出てっていう曲、やっぱりね人とようさんってまあアーティストとしてヒットを飛ばしてた時から、作詞の個性っていうのをすごく評価されていたっていうか、まあ認識されていた方で、やっぱ独特の言葉を持っているなっていう風に、感じました。でその独特な言葉遣い、言葉選びっていうのを許されている人だなっていう風にも思いました。それはその他の楽曲の作詞を担当している方と人とようさんとでこう能力が全然違うとかそういうことではなくて、単純に人とようさんは人とようさんの色を出すことを許されている人で、他の職業作詞家さんって言われるような人たちっていうのはあくまでもこう主役を引き立てるっていう方向でアプローチしていくっていうところで多分違いが出てるんだと思うんですけれども、僕は大原櫻子さんのまあなんかよく言うと何にでも染まれる歌の力っていうか歌唱力だったり、まあダンスの力だったりだとか、そういうパフォーマーとしてのすごく平均レベルの高いタレントっていうのを生かすためにはこの電話出てっていう曲ぐらい鋭い楽曲っていうか個性的な楽曲っていうのを歌ってった方が面白いんじゃないかなっていう風に感じました。その方が、新規、まだ大原櫻子さんのことをこうあまり注目してない人に、対しては、すごくこう訴えかけるものがあるんじゃないかなっていう風に思いました。大原櫻子さんを好き好んで聴いてるリスナーの方ってそんなにコアな音楽ファンっていないって僕は感じていて、割とライトなリスナーそういう層が多いのかなっていうふうに、僕は感じてるんですけれども、そうなった時に、まあ僕結構音楽全般的に好きで、毎週ね CD のレビューするぐらいで、こんだけなんかいろいろね、ぐじぐじ語るぐらいなので、まあ音楽オタクなんですけれども、そういうその、本当になんかかっこいい音楽をこう探し求めている、リスナーにとっては、もう大原櫻子さんっていうのは、まあ、はっきり言って過去の人なんですよ。もう、はい、ギター女子、はいはいはい、そういうのねっていうところで、もう処理されてる人。で、今更、大原櫻子さんに、再注目する必要がもうない。他にかっこいい音楽いっぱいあるし、そういった音楽を聴けばいいしっていうことになるから、そういった人たちは、このバランスの、作品だと多分
戻ってこないっていうか、そういう人たちの目を引くことはできないんじゃないかっていうふうに僕は感じて、で、かといって、じゃあ、大原桜子さん、歌上手だよね、とか、可愛いよね、とか、いいよね、とかっつって、今まで聞いてた人たちっていうのは、やっぱ歳を取っていくから、こう、それに合わせて、大原桜子さんは、こう、変化していかなきゃいけないし、で、若い子もどんどん出てくるから、そっちにこう、取って代わられるみたいな、ポジションでもあったりとかして、このままだと結構自利品なのかなっていう感じが、僕はしました。まあ、何様だ、誰から目線じゃ、余計なお世話じゃっていう話は、まあ、そらそうなんですけれども、だから結構、素晴らしい才能が集まっていて、大原桜子さん自身の、タレント力みたいなのも、すごく高い、素晴らしいものがあるのに、いまいちこう、突き抜けないっていうところは、そういうところなのかなっていうふうに、この作品を聞いても感じて、で、それをこう打破するには、こう、やっぱ素材としての良さっていうのをもっと、前面に押し出して、もっと個性的な人を集めて、個性的な楽曲を、やっていくっていう方がいいんじゃないかななんていうことを、感じました。それでは、5段階で星をつけて評価していきたいと思います。今週の大原桜子さんのパッションは星4つです。なんか結構もしかしたらボロカス言ってたみたいな感じに、聞こえてたかもしれませんが、語れる作品っていうのは僕はいい作品なんじゃないかっていうふうに思ってて、そういう視点で言うとこの作品っていうのはいろんなことを試していて、いろんな方向性っていうのをしっかり打ち出していて、それがリスナーにちゃんとこう分かるような形にはなってるなっていうふうに思ったんですね。関わってる作家さんたちっていうのも素晴らしい作家さんばかりなので、基本的なこう音楽としてのクオリティっていうのは非常に高いものがあるし、そういう意味で、僕は星4だなっていうふうに思いました。なんかね、何喋ろうかなって困る作品っていうのが一番良くないのかなって、好き嫌いよりも無関心の方が問題だみたいなところと一緒で、っていう風に僕は思ってて、このパッションというアルバムは、非常に語りがいのある、作品だなっていう風に思いました。もう結構いろんな話をしましたけど、多分これからの時代、これからの5年10年ぐらいっていうのは、大原桜子さんのようなアーティストっていうのが生き残りづらい、日本の音楽シーンになっていくんじゃないかなっていうような気が僕はしています。まあ CD が売れなくなったっていうのが、一番の要因だと僕は思ってるんですけれども、音楽を作るにはお金が必要で、で、レコード会社っていうのは、お金をこう、うまくこう、動かして配分して、曲を作って、それで売り上げで回収してっていうことで、アーティストをこう、世の中に送り出していくみたいな、そういった組織なので、この規模感の、めちゃくちゃ売れるアーティスト、めちゃくちゃ売れたアーティスト、でもなければ、好きなことを好きなようにやっているっていうようなアーティストでもないと。バンドだったらアーティストっていうわけでもないと。こういう、今までは、こうビジネスとして、プロジェクトとして成立していた中規模の、プロジェクトアーティストっていうのが多分回収できたものが回収できなくなってるので、 CD を売って回収できたものが回収できなくなってるから厳しくなってくると思うんですよね。なので、もしかしたらこのアルバムっていうのが大原桜子さんがソロのアーティストとして真剣にというかものすごい力をかけて時間をかけて作る最後のアルバムになるかもしれない、そういう可能性はあるなっていうふうに思いましたし、次のアルバムが出たとしてそのアルバムの収録曲っていうのは、多分どっかに触れてる、今回のアルバムは、洋楽的なテイスト、そして J-POP、がっつり J-POP でその間っていうこう3つが存在していて、どれがこう好評なのかなっていうか、どれに反応があるのかなみたいな、そういうことをやってたアルバムだと思うんですけれども、多分次のアルバムはどっかに触れるんじゃないかなっていうような、気がしています。結局のところなんか J-POP 路線に回帰するのかなっていう感じが、回帰しちゃうのかなっていう感じが僕はするんですけれども、どうなんだろうっていうところですね。僕は12曲目の人と陽さんと
組んであった、電話出てという楽曲、あの、バランス、なんていうんですか、あのトゲトゲしさというんでしょうか、人をこう振り向かせる力のある、尖った楽曲っていうのをいい意味でも悪い意味でも、個性的でない、大原櫻子さんの歌声で、届けていくっていうのが一番面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。まあそんな感じで、こんだけいろいろ語ったら、多分アルバム聴きたくなるんじゃないかなと思います。アルバム聴いて、自分はどう思うとかね、そういうこうことを考えていただくとすごく面白いと思いますので、このアルバムストリーミング、やってますので、ぜひぜひ、聴いてみてください。そして、自分はこういう感想を持ったなとかっていうコメントいただけるとすごく嬉しいですし、ここまで最後まで、こう、腹渡煮えくり返りながら、話を聞いてくださったファンの皆さんの、感想っていうのも、お聞かせいただけると嬉しいなというふうに思います、ぜひぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。